なんか原色でギトギトしてんな。花なんてのはよ、もっと枯れたのがいいんだぜ。あ、なんだ。おいおい、どうしたんだよ。情熱の赤なんじゃい。獅子王が踊る。なんだ、赤色を見ると興奮するのか。闘牛場の牛でもあるまいし。俺はバッファローなんじゃい。それにね、このところスカッとするほど暴れてねえから力が溜まってしょうがないんじゃい。この牛にはデストロンがいるんだ。嫌だと言っても活躍の場があるよ。だから空ぶかしはやめろって。暴走族じゃあるまいしよ。ビッグホーンの怒り。ここ惑星ガイアではアンゴルモアエネルギーをめぐり、正義のサイバトロンと悪のデストロンが戦いを繰り広げていた。おはよう。やっぱりライオコンボイがそこに座ってると様になるわよね。どうだか。いえ、やはりナビの言う通りであります。デストロンたちの母船は？は、どうやら移動しているようで、場所に関しては一切把握できてません。アパッチの言う通りよ。レーダー網にも引っかからないの。しらみつぶしに探すしか手はなさそうだな。は、そのようで。ビーストモード。ビーストモード。やれやれだぜ。何度突っ込め気がするんだ。うるさい。これが情熱じゃい。とにかくでんな、デストロンの母船をめっけへんと飽きまへんわ。よっし。ほんじゃここで別れようぜ。ガン首揃えたって何の得にもならないからな。そうでんな、ほうでんな。俺はこっちへ行くんじゃ。おいらも。ほんならスクーバハン、わてらはこっちへ。なんや、冷たい人やな。人じゃない、イカだ。冷凍イカやったんか。ほな、わてはこれで。ビッグホーン、待ってくれよ。遅いぞキッド、俺は今日は燃えているんじゃ。赤い花を見たからってそんなに意気込むんじゃねえや。いや、なんか予感がするんじゃ。俺が暴れる何かがな。いい気なんだ、眠りっぱなしか。なんだ、寝言か。
慌てさせんなよ。貴様たちに命令する。直ちにあのライオコンボイを発見するのだ。はっ。ただし発見してもすぐに攻撃するな。お前たちはライオコンボイの居場所を私に連絡するのだ。まあ手柄を立てるのはこの俺様だからな。どうして連絡だけなのよ。分かりきったことだ。奴はこちらが想像していたよりも強力だ。怠りのないよう準備を整え、この私が叩く。まあ手柄を独り占めにするつもりね。なんだ。いえいえ、こっちのことよ。よし、直ちに行動開始。ラジオ。デストロンの母船はどこにあるんじゃい。まあそうカカするなよ。犬も歩けば棒に当たる、キットも歩けば宇宙船に当たるってね。まどっかにあるさ。なんじゃそれは。お前なんか放っておく。おい待てったら。なんだ。お、宇宙船が見つかったか。いや、何かが接近中。なんじゃ。ヤッコさんたち来やがったぜ。汚染じゃなくてもデストロンなら言うことないぜ。変身。変身。どれさ、どっからでもかかってこい。もう何なのよ。サイバトロンを発見したと効果してみれば、モーモーちゃんじゃないの。バッファローなんじゃい。ビビ、お待ち。わざわざトランスフォームにならなくていいのよ。私たちの目的はこいつじゃないんだから。ラジャー、私たちの目的はライオコンボイなのよ。ラジャー、モーモーちゃんなんてお呼びじゃないのよね。あんたたちを相手にする暇はないのよ。さあビビ、行きましょう。ラジャー、待つんじゃい。もううるさいわね。ビビ、邪魔なモーモーちゃんを追い払ってちょうだいな。ラジャー。行っちまったぜ。ビーストモード。ビーストモード。おいおい、一体どうなっているんじゃい。敵はさ、ビッグホーンは大したやつと思ってないんじゃない。俺が敵でもそうするもんな。許せん。俺がいかに強いか徹底的に奴らに見せつけてやる。寝れ。うわ、どうやらビッグホーンを怒らせちゃったみたいよ。もうめっちゃめちゃ怖いんだから。でも怒るわよね。あんだけやる気を見せといたのに無視されちゃ大変だもん。あんたも私に怒られたいわけ。メガストーム、えらい張り切りようでんな。そらガルバトロンのおっさんがおねんねしとるさがい、うん、己がチームリーダー思ってんちゃうの。きついわ。お前たち、片道叩いてる暇があったらすぐにでもライオコンボイを発見するんだ。分かってまんがな。今探しとったとこですやん。敵を発見したんじゃ。あれ、うちらが探しとるライオコンボイかい。ちゃうちゃう。イエーイ。くそー、避けるとは卑怯なり。なんやこいつ。曲がられへんかったんかな。あのね、俺は曲がったことが大嫌いなんじゃい。勝負せんかい。変身。なんやねん、別のサイバトロンかい。えらい決断やな。うわ、これはミサイルでんかな。いいわよ、いいわよ、BB。
まんまと成功よ。どうじゃ味方を攻撃してどうするのかって、もう分かってないんだから。どうじゃダージたちにライオコンボイを見つけられたら台無しだから足止めしたのよ。どうじゃビビ、私たちだけであのライオコンボイを倒すのよ。今のは何だったんだ。それよりもまた敵がいない。おいビッグホーン、戦う前にまた敵に逃げられたのか。やっぱり奴らお前のこと何とも思ってねえんだ。黙れ。超ムカつくって感じかい。そうじゃい。こんなに探しとんのに見つからへんのはどっか偽装したところにあるんとちゃう？あ？デストロンの船めっけ。どうだスタースクリーム、ライオコンボイは発見できたか？もう一生懸命探してるのに尻尾も見えないのよ。全力で発見するように。どいつもこいつもまだ見つけられないとは全く情けない。こうなったら自ら出撃するか。隊長隊長、こちらダイバー205ポイントの地点に敵母船発見。まあ様子を探ってみますわ。ほなぼちぼち行きまひょか。スイーのスイー変身。おった。まったく頼りにならん部下どもだ。ん？サイバトルか。ああ、いきなり大物が出てきよったで。逃げ足の速いやつだ。ん？そうだ、奴を捕まえて。待てー。おい、ライオコンボイの居場所はどこだ。そんなん知らんちゅうに。ビーストモード、こっちの方が逃げやすい。こちらダイバー、応答せよ。大暴れ。できる。できない。できる。できない。おいおい、ん？その通体で花占いはやめてくれよ。俺のジンクスなんで結構当たるんじゃい。でき、ね、結局できねえんじゃねえか。なんだ。助けてくれ。なんかたちの悪いのに追われてんねや。よし、すぐに行ってやる。おいビッグホーン、場所分かってんのか。おいビッグホーンちゃん、どこなんじゃい。なんでワイがこんな目に遭わないかへんのや。あれは、あれはキッドとビッグホーンやないか。俺たち任せとけ。変身。変身。今度こそ逃がさねえぞ。おいおい、大丈夫か。 あいつ強いで。なんだお前たちは。俺様の探しているのはライオコンボイだというのに、違う奴らが群がってくるなんて。俺様はな、お前たちの相手をしているほど暇じゃないんだ。お前まで俺を無視するんかい。ビッグホーン、こいつお前なんか相手にならんと言ってるぞ。許せんがい。うわ、ちょうどいいところに来た。
こいつらの相手はスタースクリームと BB がしろ。なんなの、さっきのモーモーちゃんじゃないの。さっきはよくもバカにしてくれたな。俺様がどれだけ強いか十分見せてやる。しょうがないわね。トランスフォーム。BB、やっておしまい。ラジャー。ふっ、いい、踊れ。なんて乱暴なの。なんなの、ライオコンボイよりも強いんじゃないの。行くのよ、ビビ。ラジャー。もうこの技は神や。ちった、周りの目は考えろ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないのよ。どんなもんじゃい。まったく、しょうがない奴らだ。こうなったらお前らまとめて面倒見てやる。トランスフォーム。お前たちは手を出すな。ああ、気の済むようにしな。あいつを倒すんじゃい。俺のキャノン砲を見て腰を抜かさないことだな。なんだ、キャノン砲だ。おい、上等じゃねえか。キャノン砲発射準備。うるえ。何時、何時、何歩のもんじ。おいおい、キャノン砲を撃つのに時間がかかるんだよ。おい、あいつちっとも反撃してこないぜ。ガタイだけで本当は弱いのとちゃうか。ここは我慢、我慢。ほら、どんなもんじゃい。よし、発射準備完了。うれうれ、発射。あいや、今のはすごいパワーです。ああ、現れたか、ライオコンボイ。なんちゅう破壊力だ。すごーまんな。キャノン砲がなんぼのもんじゃい。俺は負けんぞ。ビッグホーン、ご苦労だった。下がっていろ。いくらライオコンボイの命令でもここは譲るわけにはいかないんだ。おい、ビッグホーンやめろ。そうやで、今のが命中しとったらコッパみじんや。こいつは俺が仕留める。ビッグホーン、ライオコンボイの命令だぞ。ライオコンボイ、あいつドタマに血が上りすぎてるよ。あ、ライオコンボイ、やらせてくれ。わかった、やってやる。ちょうどいい、ライオコンボイもろともキャノン砲でぶっ飛ばしてやる。ライオコンボイよ、ビビ、やっておしまい。ラジャー、任せろ。きっとちょっと手を貸してくれるか。だからやめろって。俺の尻尾を引っ張ってくれ。あ、なんだ。もう少しだ、もう少しでパワーが止まれば。それが制御装置にでもなってるのか。よし、今だ。いいから、早く尻尾を引け。しょうがないな。ビッグホーンにはこんな隠し芸があったんやな。俺の隠し技じゃい。いいぞ、いいぞ、ビッグホーン。あ、うん、どんなもんじゃい。やっと気が晴れたわい。ビッグホーン、すごい気合だったな。きっとはーん。おい、その花どうするんだ。いやー、こないに綺麗だから今回頑張ったビッグホーンにでもあげよう思いましてな。
ダメだダメだ、ビッグホーンに赤い腹を見せんじゃねえよ。まったく。やあ、私はライオコンボイだ。今日はサイバトロンのみんなの武器を紹介しよう。いたずら者のタスマニアキッドの武器はあの尻尾だ。タスマニアソードという剣にもタスマニアライフルにもなるのだ。ダイバーアタックは飛び出す舌だ。どれほどの破壊力があるかはまだ未知数だが、ビッグホーンの隠し武器は尻尾を引っ張ると飛び出すバッファローミサイルだ。誰かに引っ張ってもらわなければならないのは不便だが、アパッチにはビースト、ロボット以外第三の形態があると言われている。恐るべき秘密の武器かもしれない。スクーバーは数々の武器を持つ隠れた実力者という噂である。それで私のことだが、自分のことを自慢するのはあまり好きではない。私の紹介は次の機会に回すとしよう。ではまた会おう。湖の罠を見なくちゃよ。必ず見るムーン。